公益社団法人日本記者クラブは日本の公益社団法人。以前は内閣府所管の社団法人だったが公益法人制度改革に伴い2011年4月1日に公益社団法人に移行した。新聞、通信、放送の報道機関による独立組織で政府など公的な財政支援は受けていない。アメリカ・ワシントン DC のナショナルプレスクラブに反応。 とっており、観光庁などの取材拠点としての記者クラブとはその、形態、性格をことにしている。定款の目的にはこの法人は、内外の重要、ニュースソースとの接触を高く化し、報道機関相互の交流を、緊密化することにより、その活動の促進と、社会的機能の向上、発展を図り、ジャーナリズムの職業倫理向上を及び表現の自由の、擁護に努め、 民主主義の発展に寄与する。この法人の事業が、会員のジャーナリズム活動や報道を通し、広く国民が共有する情報となることにより、国民の知る、権利、国民生活の向上安定、及び国際相互理解の促進に資することを目的とする。公益社団法人日本記者クラブ定官と、記されている。日本新聞協会、日本民間放送連盟。 日本放送協会が共同で提唱し、日本のナショナルプレスクラブとして設立された。戦後20年以上にわたり国、公品など外国からの要人が来日した際には、日本外国特派員協会に招かれて会見し、日本のプレス主催による公式会見は行われていなかった。これに対し1970年の大阪万博での要人来日ラッシュが予想される中、 日本にもナショナルプレスクラブを設立すべきとの声が高まった。一万なお,おじ日本新聞協会会長を委員長としてプレスクラブ設立準備委員会が立ち上がり民放連や NHK も参加。これら3団体の長を設立発起人に1969年11月任意団体として発足した。 なおこの時点では諸外国の大手メディアの特派員や記者は加盟することができなかった。1969年11月1日の発足後、1970年3月に帝国ホテル新本館4階の松の間にて開設し、6月に帝国ホテル東館に移転した。1972年、新聞協会加盟者によって株式会社日本プレスセンターが創設された。 1976年7月31日に日本プレスセンタービルが完成し帝国ホテルから移転した。一転を機に会員制度を変更、外国プレスや企業などの報道機関以外も参助会員として入会できるようになった。1974年には任意団体から社団法人に移行している。理事及び幹事の任期は1000人後2年以内に終了する。 事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の集結の時までとされている。1983年から第6代を務めた荒井明以降、日本経済新聞社、朝日新聞社、読売新聞社と所属する報道機関が持ち回りしていたが、2003年には第13代に北村正藤が選出されてからは日経、朝日、毎日、読売の順にローテーションしている。 ありがとうございます。